兵士の命優先で解任されたウクライナ軍総司令官ロシアによるウクライナ侵攻から、満2年を間近に控えた2024年2月上旬、ゼレンスキー大統領が大きな決断を下した。ワレリー・ザルジニー、ウクライナ軍総司令官の解任だ。ここでは、この解任の背景だけでなく、今回の侵攻が持つ戦争史的な意味も考えてみた。ザルジニー氏解任と 後任にオレクサンドルシルスキー陸軍司令官を当てる今回の軍トップ人事は異例な形で発表されたこの種の重要発表は昼間に行われるのが通例だがキーウ時間の2月8日夕方に人事に関する大統領令をゼレンスキー氏が公表したのだなぜか大統領との不仲説を否定人事発表にあたりウクライナ政府が非常に気にしていたのはワシントンの反応だったからだ 解任自体は事前に報道もあり、予期されていたことではある。しかし、発表時間はアメリカ東部時間では2月8日昼にあたる。当局者がオフィスにいる時間帯に入念に準備した一連の声明文を出し、読んでもらうことで、総司令官解任というショッキングな展開への先行き不安感を払拭し、アメリカ政府や議会の理解を得たいとの思惑があった。特にアメリカ議会では キーウにとって緊急に必要なウクライナへの支援を含む予算案の審議が共和党の反対で難航している最中でありアメリカの軍事支援に反対する意見が増える事態を避けたいところだったさらに声明文にはゼレンスキー政権のもう一つの狙いが込められていた今回の解任について国民に人気の高いザルジニー氏が将来の大統領選で政治的ライバルになることを恐れてゼレンスキー氏が排除した のの内外での一部観測を否定することだこうした観測が出た背景にはザルジニー氏への国民の期待感の高まりがある2023年6月に始まった反攻作戦が不発に終わったもののそれでもザルジニー氏の人気は高まったその理由の一つが西側流の軍事教育を身につけた同志の近代的作戦式だ50歳のザルジニー氏は旧ソ連からウクライナが独立した後に軍事教育を受けた世代出身だ 北大西洋条約機構 NATO に派遣され西側の軍事訓練を受けた留学組の第一期生となる兵士の犠牲を極力少なくしようとする流儀が兵士本人や兵士家族から支持されていたもう一つの要因は明るい人柄周囲からの人望があった2023年12月国際社会学研究所キーウによる世論調査ではザルジニー氏を信頼するとの回答が88%に上った一方で ゼレンスキー氏を信頼するは62%で、2022年末の84%から大幅に下落したという。反抗作戦の立て直しが理由、しかし実際は、ゼレンスキー政権にとって、ザルジニー氏解任は反抗作戦の立て直し、という準軍事的目的だった。声明でも大統領はこの説明に心を砕いた。いわく、これは名前の問題でも、国内政治の問題でもない。 軍のシステムやウクライナ軍の管理の問題である、ザルジニー氏との率直な意見交換の結果、緊急の変更が必要との意見で一致した、と強調した。もともと、大統領とザルジニー氏との間には、2023年秋から信頼関係に亀裂が走っていた。2023年6月に始めた反攻作戦は、当初の目標を実現できないまま難航した。おまけに、2023年11月初めにイギリス。 エコノミスト氏とのインタビューでザルジニー氏が戦況について第1次世界大戦のような陣地戦に陥り膠着状態に陥っているとの見解を表明したからだこの見解に対しゼレンスキー氏は膠着状態ではないと否定してみせて周囲を驚かせたこの時期クリミアでの国会艦隊に対する攻撃や国会での穀物輸出ルートの確保などようやく犯行が局地的に動き始めた矢先だった 東部や南部での犯行地上作戦が思うように進まない中、ゼレンスキー氏としては、こうした国会での進展を政治的にも犯行の成果として内外に誇示したいところだった。それなのに、軍トップのザルジニー氏が、大統領の立場にお構いなしに、硬着状態と言い切ったことが不満だったようだ。2023年末にははは記者会見でで大統領は東部部や南のの地上作戦が難航しているのは ザルジニシと参謀本部の責任だと言い切るまでになっていたロシアの良き隣人中国の銀行が制裁を恐れて逃げ始めた中国の複数の銀行が西側の制裁に引っかかることを恐れてロシア企業との取引から手を引き始めたロシアは問題は解決できると嘘吹ぶくがロシア政府は中国のある銀行が ロシア輸出業者との取引のすべてを一時的に停止すると決定したことに関する懸念を打ち消そうとしている。ウクライナ戦争で西側諸国からの孤立が一層深まるロシアにとって、中国の銀行によるこの動きは、ロシアの主要なライフラインを危うくするものだ。ロシアのアンドレイ・ルデンコ外務次官は、自国企業と隣国である中国との間の決済に、金融取引サービス,ス、SWIFT の代わりに、ロシアで使われている SPFS も含めて、 問題は生じていないと主張した。ロシアの国営通信社であるタス通信は2月9日、ルデンコの発言として次のように伝えた。大した問題ではない。中国のいくつかの銀行は、欧米に制裁されることを恐れて、予防策として取引を自粛している。しかし、この問題は解決されると確信している。中国は、ウラジーミル・プーチン大統領が2年前、ウクライナへの侵攻を決断したとき、 表だが中国政府がロシアを政治的に支えているのに対し中国の多くの企業や金融機関は西側の制裁を回避しようとしている春節明けが危ない中国の大手銀行のいくつかはアメリカの制裁を受けているロシア防衛産業との取引を警戒し自公のサービスにアクセスすることを制限したり関係を断ったりしているウクライナ侵攻に抗議して マスターカードやビザカードがロシアから撤退した後、それに代わる決済システムだと謳っていた中国のユニオンペイも、リスクが高すぎるとして、ロシアとの取引を停止した。それでも、2023年における中国とロシアの二国間貿易は活況だった。中国の通貫データによれば、エネルギーと農産物の輸入増加に後押しされ、年間輸入額は前年比26.3%増の2401億ドルに達した。 ロシアのビジネス誌、ベドモスチは2月第2週、石膏長州商業銀行が、ロシアおよびベラルーシの顧客との取引をすべて停止したと報じた。ベドモスチによれば、中国東部にあるこの銀行は、西側の制裁を受けるリスクは限定的と考えられ、しかもロシアの輸出業者各社にとっては主要な金融機関だった。石膏長州商業銀行が、ロシアおよびベラルーシ企業との決済を、すべての通貨に関して停止したのは、 2023年12月に米国が発表した対ロシア金融規制の拡大と関連しており、二次的制裁を受けるリスクが拡大するのを恐れた可能性がある。本市の取材に応じた専門家たちは、今回の動きの影響は、中国の経済活動が一般的に低水準となる、春節後に現れる可能性が高いと述べた。世界初の戦火、無人車両が空のドローンと連携し攻撃、ロシア軍の陣地を破壊。 攻撃を担当したのはすべて無人兵器ウクライナ軍のドローン軍団が2024年2月6日空中ドローンとの共同作戦でロシア軍の陣地を攻撃し破壊したと発表しましたドローン軍団のテレグラムに投稿された内容によると空中でドローンを用いて目標を観測した後機関銃搭載型の無人車両を遠隔操作し攻撃を加えるという形が取られました戦闘中の射撃に関しても 空中を監視するドローンが標的を特定し、その都度無人車両側に伝え、射角の修正を行ったとのことです。こうした空と陸の無人機同士が、綿密に連携し、敵勢力を撃退することは非常に珍しいということで、攻撃を担当したウクライナ国家警備隊第4ルビッシュ旅団のドローン指揮官は、これは軍事史上初めてのことだと話したそうです。ウクライナ政府はロシアから侵攻を受けた2022 2年月以降 無人機部隊の強化に力を入れており、地上の無人車両に関しては、2023年9月頃から、前線で偵察任務などで使用されていることが報じられています。